山田でございます。結構強気の感じの方とか、その何サバサバしてる感じの方とか、女性ね、セラピスト、あっさりしてる感じとかね、いう方いらっしゃるじゃないですか。でそれはね、何普通に人間関係するとか、友人知人とか、まあそれこそ恋人とか、いう相手として見たらね、僕は比較的好きなんですよね。男性っぽい方とか、なんていうのかな、ねっとりしてないって言ったら変ですけど好きなんです。ただね、そういうふうに言われて来られた方っているじゃないですか。 あなたさっぱりしてて気持ちいいねとかね、あっさりサバサバ系だねとかね、それって決して何下げ言葉っていうかじゃないじゃないですか。でそれは私はそういうキャラだと思って、そういう私はそうなのっていうようなスタンスでおられる方もいらっしゃると思うんですが、メンズエステにおいてはやっぱり意識しなきゃいけなくて、なんていうのか、その方のね、人間性とか全然否定してないし、その方はいい人だったり、一生懸命さがあったりとかね、優しさがある方だっていうのを、一緒に仕事してたりだとか、それこそ仕事じゃなくてもサバサバしてる方、ね、今の仕事じゃなくても付き合ったっていうか、その何、関係を持ったって言ったら、っていう意味に聞こえるけど、そういう意味じゃなくて、縁をしたことはありますよ。で、ちゃんとしてる方もたくさんいらっしゃいましたし、より好感を持てる方もいらっしゃいましたけれども、このメンズエステ、この癒しの空間では、やっぱり意識しなきゃ、ちょっといけない部分もあります。それはね、なんていうのかな、癒しというふうに考えてね、初めてお会いするお客様が多いわけじゃないですか。特にデビューしてね、リピート取るまでっていうのは初めてお会いする方ばかりの中でね、やっぱり、サバサバ系で私はこういうのでもいいんだと、こういうのが好きな方もいるんだし、まあいるのも事実だしね、そういうふうに思っても、あえて、癒し系を演じるとかね、あえてゆっくり喋るとか、振る舞い、立ち振る舞いをおっとりさせるとか、それはね、意識した方があなたにとっていいと思ってます。なんていうのかな、一生懸命さの量が同じでも、一生懸命さの量が同じだったり、実際努力だったり技術が高かったでもね、今までの経験が豊富ですごく苦労もされてきて、高い技術があったとしても、なんかパッと見、雰囲気、サバサバ系かなとかね、感じさせるってしまうというのはすごく何もったいないんですよね。もったいない。だからあなたがそういうような心のある温かい気持ちを持っている、方であっても、その振る舞いがちょっとなんかそういう感じかな、冷たい感じかな、男性っぽいかなって、思わせてしまったら、もったいないんですよ。もったいない。だから努力の量が高くても、なんかそういうなんか、事務的な感じに見えるからあんま面白くねえなみたいに思われてしまうことがあるのでね、それは意識した方がいい。ゆっくり喋るでもいいし、なんか、おっとりとしたその振る舞いをするとか、その瞬間、それこそ初見2回目、だけでもいい。リピートしてくださったら徐々に自分を出してもいいから、あなただって悪い人じゃない、悪い人じゃないとか、いいんだから、人間性も高くて、暖かくて、ただ喋り方がちょっとサバサバしてる感じがするとかね、さっぱりしてる感じがするとか、男っぽい感じがするとかっていうのは、あってもない、何、心の中っていうのはすごく良かったりするじゃないですか。だからそういうふうに思わせてしまうのはもったいないというお話でございます。否定してるんじゃないよ。より、なんていうのかな、より楽にというか、なんつうのかな、よりいい風に見られた方が得だからね、それは。うん。で、高いお金いただいてるわけだしね、その辺の気遣い、
お客様に、なんていうのかな、気に入られる気遣い、もあっていいと思います。あ、なんかね、僕は結構ね、これはこの話しない方がいいね、しないんですけどもうついつい喋っちゃうから、いろんなお客様に媚びを売るっていうのが、今この仕事じゃなくてね、メンズエステの仕事じゃなくて、お客様だったりそういうのになんか媚びを売ってるような感じ、っていまいちだなと思って、来ました。媚びを売る、要は媚びを売らないような方の方が好きだったりしたこともあったけど、このメンズエステ媚びを売るとはちょっと違くてね、やっぱり受け入れられる振る舞いをする、ように意識をする、それも一生懸命さだし、10人来たら8人の方に、受ける接客をするというのも一つなんですね。お仕事だから、そういった接客、喋り方を身につけるっていうのも、あなたを輝かせる、自分自身を輝かせる一つの、手段ツールになりますのでね、ちょっとね、意識されたらいいと思う。もう本当意識だけで変わりますよ。ゆっくり喋る。なんか、素敵とかね、なんか、まあわかんないけど、意識したら本当変わるから、返し、喋り方、お返事の仕方、立ち振る舞いというか接客、ほんと、ちょっと意識するだけで、あ、女性らしい方なんだなって思ってもらえるからね。それが仕事だと思って。実際はさっぱりしてて男性的でも僕はすごく好感を持ちますね、そういうのが好きな男性もいらっしゃいますよ、それは少なくないと思う。そういうなんかすっきりした女性が好きな男性って少なくないと思うけれども、やっぱりこの癒しの、本当包み込むような優しさの、サロンじゃないですか、その中でそういう何振る舞いを演じるのも仕事の一つだと思ってね、割り切ってね、あなたの引き出しを多くした方がいいわけだから、お話しさせていただきました。余計なお世話かもしれないし、間違ってたらごめんなさい。でもね、そう意識してほしい、意識してほしい、誰に対してって言ってるわけじゃないよ。今ふと思ったから言ってるだけでございます。